第4章暗黒伝説というわけで、どうもこんにちは、マッキーです。今回も北斗がごとくやっていきたいと思います。前回はジャグレ君が記憶を失いました。記憶を失ったっていうか、もう頭おかしくなりました。ほらほら、なんか目赤くなってんじゃんこいつ。しっかりしてジャグレ。大丈夫か。マジでイカれちまったな。今日のせいだ。なんかあいつも憲法の達人だったんだよね。ジャグレの容体は。見ればわかる。このような症状は初めてです。あれ、肉体のどこかを損傷したわけでもなく、五臓にも異常はない。これは一体。伊達さんの声だわ。おそらくは今日の技が原因だろう。今日が使った技、何かの憲法の技なのですか。うん、ぽいね。おそらく。そしてこの剣は目立った外傷もなく、人を破壊する。お、似ている。北斗神拳に。だがジャグレに飛行をつかれた形跡はない。これは北斗神拳とはまるで違う。ああ、違うんだ。異質の剣だ。それでは何が原因でジャグレはここまで。おそらくは心。心？今日の放った謎の剣は精神に深い損傷を与える剣のようです。どういうこと。精神的ダメージを。このままではいずれ精神が崩壊し、廃人か狂人となるでしょう。助ける手段は。残念ながら私では手の施しようがありません。まあでしょうね。そんな。エンシロウなんか飛行を撃てないか。ダメか。ではジャグレがこのまま壊れていくのを黙って見てるしかないのですか。他に直す手立ては。もしかしたらあの噂の剣士なら直せるかもしれません。お、誰だ。噂の剣士。エンシロウじゃなくて。あらゆる傷を癒せるという剣士の噂です。すごい。何でもその男が触れさえすればどんな病も治せるそうです。現に彼が治療を行った村では多くの病人が病を克服し、奇跡の村と呼ばれています。奇跡多すぎるだろう。その男の名はトキ。トキ。何、知ってんのかい。まさかトキ兄さん。え、兄さん生きていたのか。知ってんの、真島さんか。トキは俺の兄弟子だった男。あらら。本来なら俺ではなく、トキが北斗神拳の伝承者になる。あれ、これ真島さんなんじゃないかな。技の切れ、流れ、速さ、神技体、どれをとっても火の打ち所のない拳法家だった。だがあの最終戦争でトキは核で汚染されて灰、死の灰を浴びてしまった。ああ、そうなんだ。時が体を張った。俺とユリアを死の灰から守ってくれたんだ。被爆したってこと。時は生きてはいたが、不治の病にかかり、伝承者への道を断念した。そうだったんだ。今俺がこうして無事でいられるのも、伝承者になれたのも、すべて時の兄さんのおかげだ。兄さんのおかげだ。そんなことが。時は残りわずかな命と北斗神拳を病に苦しむ人々の治療に役立てると言い残し、行方知れずになっていたんだが。自分も治せたってことだよね。確かにその方ならジャグレを救ってくださるかもしれませんね。しかし今はとある監獄に監禁されているそうです。なんで。どうして。なぜ時は閉じ込められている。理由は分かりません。彼が村で治療をしているところを突如何者かに襲われ、そのまま囚われたそうです。今日かな。その監獄の場所さえ分かれば時を解放できるはずだ。また監獄行くの。それは容易ではございませんぞ。どういうことだ。その男は今あのカサンドラに収容されているのです。あの、知らんけど。何ですって。
カサンドラ。カサンドラとは、一度収容されたが最後、二度と生きて出ることができない死の監獄と聞いています。インペルダウン的なね。そしてそのカサンドラを統治するのが極超ウイグル。奴を倒さない限り時に会うことは不可能でしょう。倒せばいいんだ。じゃくれ。かわいそうだマジでこいつ。ならば俺がジャグレを時の元まで連れて行こう。背負っていくの。なんと大変すぎじゃない。ジャグレのためにカサンドラに挑むというのですね。ああ、わかりました。すべてはケンシロウさんに託します。ありがとうございます。私はエデンの統治者として今この町を離れるわけにはいきません。ああ、まあですよね。復旧とかあるしね。ジャグレをどうかお願いします。そしてあなたが無事に戻ってきてくれたら、今まで話せなかった真実を話します。いや、今話してほしいな、それは。真実。今話して。ユリア様のことです。知ってんでしょ、やっぱり。ユリアのことだと。なんか知ってそうな顔してたもんな。何か知っているのか。彼女が今どこで何をしているのか、私の知っている全てをお話します。いや、今話してほしいな、やっぱり。あなたが本当にジャグレを助けてくれるのなら、私はあなたを信じます。それでもいいですか。ジャグレ助けるまで信用してないってことか。私も同行いたしましょう。え、微力ながらカサンドラまでの道中、患者の容態は私が見ますので。ああ、ありがとう。頼む。背負ってくれるんだね、ジャグレを。まず車が必要になりますね。車？距離もありますし、ジャグレを抱えての移動には無理があります。しかし車は凶王軍の襲撃で全て壊されてしまいました。なるほど。まずは車を修理する必要があります。わかった、俺も協力しよう。オッケー、車修理ね。さあ車を修理しようか。あ、ケーン。俺、こいつ階層で出てきたやつ。お前はバット。バット。やっぱり剣だ。探したぜ。もともと知り合いなんだよね。ケンシロウを慕う少年バット。バット、なぜここにいる。なんかおなじみキャラらしいね。コメントで教えてもらったけど、ケンとサザンクロスの手前で別れてからいろいろあったんだよ。車は壊れるし、奴隷商人に捕まって売り飛ばされそうになるし。そうなんだ。その奴隷商人どもは凶王軍とかいう連中にぶっ殺されるし。凶様が凶王軍だと。ああ、そうさ、俺も凶王軍に殺されそうになって逃げてきたんだよ。すごいな。本当に危なかったんだぜ。よく逃げられたな。で、凶王軍の後をこっそりついていったら、この町にたどり着いて、豪快に門がぶっ壊れてたから忍び込んだんだよ。おお、奇跡の町。町の情報を集めてたらケンシロウって名前が出てきてびっくりさ。そうか、一緒に行こう。ケンこそなんでこの町にいるんだよ。あれ、ユリアのことは知ってんのかな。だんまりはなしだぜ。俺にできることがあったら協力するよ。なぜ俺に協力したがる。そりゃさ、剣の強さがあればなんかお得なことがありそうだし、俺は剣より交渉とかはうまいと思ってる。まあ剣よりうまいだろう。町で暮らすつもりなら特に俺は役に立つと思うぜ。ここは持ちつ持たれつで前みたいに頼むよ。なるほどね。なんか結構対等というか、なんか利害関係で結ばれてんだな。この町にユリアさんがいるかもしれなくて、今はエデンの衛兵隊長を救うために車を修理しようとしてるか。そうです。やっぱり俺の出番だな。このバット様に任せとけ。ありがとう。バット、何をする気だ。車を作るんだよ。作る？この町なら車を修理するよりも作った方が手っ取り早いぜ。本当か。サイドミッションは荒野の足を求めて、おついにサブストーリーも挟んできたな。作れるのか。ああ、正確には組み立てるって意味だけどな。俺が自分の車を手に入れようとして集めた情報なんだけどさ、この町には車
車のパーツを売ってる場所がたくさんあるんだ。なるほど。そのパーツを集めれば車の1台や2台は簡単に組み立てられると思うんだよ。簡単にいけるか。それに誰かの車を修理しても後で返さなきゃいけないだろ。この先自分の車があった方が便利だと思うぜ。壊れてる車買い取って直した方がいいんじゃない。そうと決まれば早速行動だ。けっ、あっちの方にパーツを売ってる店があるぜ。オッケー、まあ行くか。バットについていこう。こっち、どこだよバット。どこだ、全然遠くいいんじゃない。意外とみんな、街のみんなはあんなことがあったけど、なんか特になんか何もなかったみたいな感じですね。さあどっか、ここ下か、ごめんね、ここかな。どこだあれ、どこだここ。あ、ここだわ。アイロンハンマーアイアンハンマーです。この店はガラクタみたいなものを取り扱ってる、いわゆるジャンク屋ってやつだよ。確かこの店に車のパーツが売ってたはずだ。見てみようぜケン。ああよし入ろう。そう、邪魔するぜ。あ、おう、なんだ坊主か。今日は何を売りに来たんだ。バットって結構何日か滞在してる感じなんだね。へへ、今日はそういう用事じゃなくてさ、この店の商品を買いに来てやったんだぜ。おいおい、今夜は砂嵐でも吹くのか。いってえな、俺にだって買い物する時ぐらいあるっての。それに今日は俺だけじゃないんだからさ。お、あんたは、そうか、よく来たな、ケンシロウさん。何が欲しいんだい。おー、え、囚人闘技を見てたから、結構、流し入れてんのかな、やっぱり。俺たちさ、車を組み立てようって考えてるんだ。それで車に必要なパーツ扱ってないか。あー。車に必要なパーツね。確かあった気がするが。あー、でもボディはさすがにねえな。あー、マジかよ。この通りに何台も車が置いてあったじゃねえか。いや、あれは全部持ち主がいるんだよ。手出してしょっぴかれたくにはねえだろ。チェ、どうするケン。答えろ。いや、そういや、向かいのバーのじいさんが動かなくなった車持ってたな。ん、動かなくなった車、どうしてまた。さあ、それは俺にもわからんが、動かないんだったら交渉の余地あるかもな。わかった、ちょっと行ってみるよ。その間にパーツを見繕っといてやるよ。ああ、後でまた来るぜ。 Thank you。 なんか道具とか売ってんのかな。普通に向かいのバー行ってみようぜ。 OK、 待っとくわ。行きまーす。走れない。出よう。向かいのばあさん、あ、じいさんか。向かいじいさん、あ、ここだわ、バーだ。向かいのじいさん、邪魔するぜ。え？あ？おや、ほほ坊や、ここは子供の来るようなお店じゃないよ。まあまあじいさん、そう言うなって。俺は酒を飲みに来たんじゃないんだぜ。え？あて、酒を飲む以外にこんなバーに何の用だい。ちょっとじいさんに頼みがあってさ。頼み？ああ。俺さ、こう見えて車が好きなんだ。じいさん車持ってんだろ、ちょっと見せてくんない。うーん、うむ、そうさな。いいの。少しついてくるといい。ん？どこに置いてあるんだい。この店のすぐ目の前だよ。行ってみようぜケン。今のうちに酒飲むか。結構いいバーだね、広いし。めちゃめちゃ広いな。どこだ、こっちってどっち。ここじゃないな。あー、こっちね。お、
い。こっちだ、こっち。お。へえ、こいつは。どっちだよ。ボディとエンジン、それにマフラーは使い物になるみたいだけど、このままじゃ走れそうにねえな。ほう？どうかしたのかい？いや。車が好きっていうのは本当のようだな。へ、だろ？でもじいさん、こいつどうしたんだい？動かない割に綺麗じゃねえか。こいつは昔使ってた車だったんだが、使ってるうちにうんともすんとも言わなくなっちまった。修理してみようとはしたんだが、やはり素人では修理もおぼつかないもんだ。わかった。なるほどね。それでせめて磨くだけでもってことか。おお。まあそういうことだ。坊やはそいつを修理できるかい？まあパーツさえありゃできるな。能力高えなこいつ。そうか。そんなガラクタでよければ坊やにこの車を譲っても良いんだが。なんだって？いいのか？本当に？せっかく磨いてきたのに。ああ、このまま置いておいてもそいつがかわいそうだしな。でもさ、修理したらじいさんがまた乗りたくなるんじゃないか。そうそう、それよね。まあ昔だったらそうかもしれないがな。もう運転ができないからな。そうなのか？でもなんかタダでもらうのも悪いな。出世払い。バーに還元するんだ。ふむ、ならば一つ頼みを聞いてくれ。お、どんな頼みだい？ちょっと困った連中がうちの店にやってきていてな。エデンの城門が壊れてから入ってきた連中なんだが、ふらっと店にやってきては嫌がらせをしていくんだ。衛兵にバレない程度の騒ぎを起こしてな。そいつらを追い返しちゃくれないか。分かった。爆発させてやろう。よし、じいさん、それで手を打つぜ。そいつらはいつ頃やってくるんだ？しばらくは来てないから、そろそろ、おじいさん、また来てやったぜ。相変わらずのモヒカン。今度はどれぐらい命令組んでくれるのかな。あいつらだ。おっと、早速か。任せておけ。坊やが行くのか。行くわけねえだろ。ちょっと待った。あんたらこれ以上はこのじいさんに手出ししない方がいいぜ。ああ、お前がじいさんを守るっていうのか。へっへっへ、チビがいい度胸してんじゃねえか。俺じゃねえよ。ケン。行け。ポケモンかなんか。だと思われてる。ケン、ここまで俺がお膳立てしたんだからな。車をもらうためにあとは頼んだぜ。やはりそういうことか。なんだお前。じいさんの店から手を引いて俺の前に二度と現れるな。そうすれば命だけは助けてやろう。うん？お前なんか勘違いしてねえか。命だけは助けてやるのは俺たちの方なんだよ。せっかく奇跡の町に入れたんだ。しばらくは誰も殺さずに町を楽しんでやってたのにさ。ああ、お前のせいで殺しを解禁することになったな。なあ、こいつ殺してからすぐにバザール行こうぜ。ああ、あのムカつく商人だろ。イディアルがないとダメだよとか言ってたやつな。なぜそんな先の話をしている。お前はここで死ぬんだぞ。なんだと？わからんのか。お前らはここですぐに死ぬ。こんにゃら、エデン血祭りの始まりだ。結局やっちまえ。血の海となるぞ。えってか、なんか普通になんか武器使ってんだけどこいつ。ほいほいほい。必殺をするまでもない。くそ。終わった。ほい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 。ほっ、はい、はいや、はい。残骸剣。貴様は死ぬ。貴様は死ぬ。いた。はいや。おい、何やってんだお前。ほっ。終わりです。はい。優先。マクゴナガルさん。どうだ、
9! 相変わらずすごい腕だぜ。すごい技だな、特にあの手。手がめっちゃフォーカス。あれ、本当にみんな爆発しちゃった？よしと、どうだいじいさん。もうじいさんとかも怖がらないんだ。約束通りこの車はもらっていいんだよな。ああ、喜んで。ありがとうよ、じいさん。あとはタイヤとブレーキ、それに燃料タンクか。それと燃料もいるよな。買わないとダメかな。さっきのジャンク屋に戻ってみようぜ、ケン。オッケー。やっぱ爆発したみたいだね、さっきの連中。ういーす。おーす、ケーキはどうだい？車のパーツ探しといたぜ。お、助かるぜ。ちゃんと動くものを見繕っといたからな。そこそこ値が張るけど大丈夫か？そりゃもちろん。なけん。あれ、俺払いですか？まず売り物の値段を見せてくれよ。それからね、それからじゃねえと話になんねえや。まあそうだな。1万1000。たっけー。はぁ、金が足りねえや。悪いがこっちも商売だからな。もうちょっと稼いでから出直してくるんだな。試合行こうぜ、ケン。え、これ、ガチリアル頑張ってってこと？ちょ、一回出てからなんかあるってことでしょ。さすがに。さあ、やっぱ始まるよね。お、あ、そういえば、俺が町に忍び込むとき、検問所の前で衛兵隊と野党みたいな奴らが揉めてたな。おかげで入り込めたんだけど、ああいう混乱した場所はいい儲け話が転がってそうなんだよな。ケン、検問所に行ってみないか？ちょっといい方法思いついたんだ。ん？何を企んでいるんだ？その喧嘩両成敗的な鎮圧？へへ、まだ内緒だよ。悪いようにはしないからさ。うん、わかった。車のパーツ代を稼げと。オッケー、頑張って稼ごう。この人とか、ああ、機械ばっかり。ねえ、男ってみんなこんなものが好きなの？私にはガラクタにしか見えないわ。価値観は人それぞれ。お、ここはちょうど縄文のとこか。さあみんな、お話を。1枚1000円くれ。へへ、衛兵隊さん、調子はどうだい？え？あ？見覚えのないガキだな。俺に見覚えはなくても、こっちにあるだろ。どうもー。あんたは、ケンシロウさん。おい。野党の類がエデンに来てんのか？ええ。そうなんですよ。は。縄文が壊れたという話があっという間に町の外に広まって、野党だけではなく、いろいろな人間が押し寄せてきています。ジャグレ隊長が動かない今、みんなでどうにか食い止めているのですが。そうか。うんうん、いい傾向だ。え？どういう意味だ？実はね、隊長さんを治す医者のところへ運ぶために、車が必要なんだよ。え？隊長を治せるのか？だが今、エデンの車は全部やられているぞ。さあ。だから車の修理をしたいんだけど、資金に困っててさ。衛兵隊で出してくれるといいんだけどな。なるほどな。なんだよ、隊長さんが治るんだぜ。出してくれてもいいじゃないかよ。てか、普通に、キサナさんに頼めばいいんじゃないかな。いや。そりゃそうなんだが。ケンシロウさん、気を悪くしないで聞いてくれ。なんだ？あんたは確かに強豪軍を撃退してくれた。だが、まだあなたに心を許していない衛兵もいるんだ。なんで？え？なんで？それはケンシロウさんが元囚人だからだ。囚人だった人間を簡単に信用してはならないってものも少なくない。まあまあしょうがないか、それは。そんな堅いこと言うなよ。すまない。あ、そうだ。資金を出す名目は町の防衛費用ってことでどうだい？え？防衛費用？
剣が検問所前の野党を追っ払う代金さ。それならすっきり出せるんじゃない？わかったよ。副隊長に掛け合っておく。副隊長いたんだ。やった！あなたには強盗と殺人を目的にこの町に入ろうとする類の荒くれ者を相手にしてもらいたい。我々一般の衛兵には、対処できない凶悪な連中だ。そこまでやってくれたら文句を言える奴もいないだろう。ケンシロウさん、面倒をかけるがよろしく頼む。さあケン、お仕事お仕事。だがケンシロウさんといえども準備はした方がいいな。ひとまず待っているから、決心がついたら声をかけてくれ。さあ早速行こう。ケンシロウさん、準備はいい？オッケー。うん。今から撃退してもらう連中はすでに衛兵を何人も負傷させているから気をつけてくれ。では私はイデアルの調達のために弊社に行ってくれ。なんだって？え？剣の仕事を見届けなくてもいいのかい？はい。私はケンシロウさんを信用しているんだよ。結果は目に見えてる。すごい、ありがとう。そういうことか。じゃあケン、一応追っ払ってこようぜ。ああ衛兵ちゃんと信用してんな。何人ぐらいいるんだろう。あ、そんなにねえな。ならず乗るな。あったー、クワちゃん。あったー、クワちゃん。あ、すぐ死んじゃう。敵もすぐ死んじゃうもん。あった、おっちゃう。あたたたた。北斗、百裂剣。お前はもう死んだ。うぃぃぃぃ。ヘイ。ちょ、逃げんなよ。はい。終わりだ。はいや。三回剣。貴様は死ぬ。アービス。オッケー。期待通り追っ払ってくれたようですね。感謝いたします。こちら約束のイデアルです。十分だといいのですが。お、12500、ありがとう。やったな、ケン。ジャンク屋に行ってみようぜ。ああ、よし、ジャンク屋戻り。さあ、というわけでやってきました、ジャンク屋。いいっす。へいよ。いらっしゃいませ。いいっす。今度はどうすんだ？買いに来た。よし。今度はどうすんだ？はい、オッケー。ありがとうございました。うい。へへ、ケン、これでパーツが揃ったな。ああ。あれ？待てよ。燃料、ガソリンがねえな。なおっちゃん、ガソリンのある場所って知らねえか？ガソリン？ちょっと待ってろよ。ガソリンあんのか？ほらや、あんのかい。おお、助かるぜ。いくらだ？まあサービスだよ。あざす。いいのかよ。急に気前が良くなって怪しいな。うるせえよ。坊主はともかくあんた、今後もうちを使ってくれそうだからな。先行投資ってやつだ。お、うまいね。商売うまいじゃないか。なんだ、じゃあありがたくもらっとくぜ。車のとこ戻ろうぜ、ケン。ガソリンなくなったら言えよ。格安で補充してやるからな。ありがとよ。おう、また来い。オッケー、センキュー。さあ、じゃあ、抜けよう。車、運転すんのかな。さあ、どこだ。オッケー。おお。へへへ、さーて、早速組み立てなくっちゃな。ここでここでいける。安静だぜ。どこが変わったかよくわからんけど。へん、どうだい。
ケン、これで荒野に出ることができるんじゃないか。そうだな、まずは試運転だ。行こうぜケン。いいね、サブストーリーもあって。宿命ポイント5000。宿命ポイントってなんだっけ、経験値だっけ。あれ、これ話せたらいける。ケン、試運転に行くか。行こう。よし、早速行こうぜ。まずはバギーがちゃんと動くか確かめてみようぜ。やっぱりちゃんと運転するんだ。はい、はーい、ウェイ、ブレーキもいける。お、結構200キロも出るの。全然問題なさそうだな。ちなみにこのバギーブーストもついてんだぜ。よかったら使ってみてくれよ。で、ブーストダブル、やばいなこれ。なかなか運転がむずいぞこれ。それにしても荒野は広いよな。ちょっとバギーから降りてみようぜ。はいはい、ケンも降りてみろよ。バギーから降りる。ああなるほどね。どこまで続いてんだろうなこの荒野は。ケン、ちょっとあれ見てみろよ。回復回復地点、あそこまで行ってみようぜ。バギー乗車。本当に結構広大な世界を行く感じなのか。あ、俺もちょっと俺も乗るからちょっと待っててくれよ。あ、そっか、乗っちゃう。早速あそこまで行ってみよう。ここで降りる。針金か、なんだ、武器、武器っていうか道具か。なんか使えそうだな、取っておこうぜ。素材落ちてるんだ。バギーは問題なさそうだな。一応バギーの運転の仕方や荒野についてまとめておいたぜ。 OK。 BGM これ使って大丈夫なやつなのかな。今流れてるんだけど、もしかしたらあれかもしんない、この音なくなってるかもしんないけど。また見たくなったらエデンで俺に話しかけてくれよ。でもまあケンはもう少し運転の練習した方が良さそうだな。俺は先に帰ってメンテナンスの準備しておくぜ。気が済んだら帰ってこいよ。オッケー。どうすんだろう、これ戻っていいのかな。こう行ったとしても今んとこ何もできることないしね。よし戻るぜ。いいね、ほらー、300キロも出るのか、えぐいな。この音は敵か、敵。おい、なんだよお前ら。引くぞおい、バカ。そんなことできんのかい、強すぎだろ。拳銃持ってねえよな。なんだよ、え、バック派、バカ、許さん。やはり拳だ。許さねえお前ら。すごいな、結果拳なんだな。あかん、先にお前だよ。何やってくれとんねんお前。おいや、さあこの投げる技。おいや、ミスター、破人敵、破人敵、ガンモドキ、ガンモドキ、おいおいや、おい、終わりだ、終わりです。おいや、優先、お前はもう死んでいる。なんて言った。ギャーンつったぞ。よし、荒野の無法者たち、荒野には多くの無法者が獲物を探してうろついており、彼らに捕まるとバトルになると。
やはりバットも連れていくのは危険だな。そういうことか。こんな敵いたんだ。なんかエンカウントは車でやる感じなんだね。エデンではなかったじゃん。さ、バットちゃん、どうした？さーて、このバギーならどこへでも行けるぜ。じゃあエデンの隊長を運んで行ってみようか。いえ。バット。ん？お前は残れ。ん？なんだ？お前はここで待っていろ。なんだって？はあ？どうしてだよ。これから行こうとしている場所は危険だ。悪いが、エデンで待っていてくれ。ああ？ちぇ、手伝わせるだけ手伝わせてそれかよ。へえへえ、分かったよ。俺は街で待ってりゃいいんだろ。はあ、たく、言い出したら聞かないもんな。ただし、帰ってきたら、ケンにも手伝ってもらうからな。俺の頼みも聞いてくれよ。分かった。それから、ケンに言うことじゃないかもしれねえけどな。気をつけろよ。ああ。バットの粛清を背負った。やった。カサンドラへ行くための足ができたな。リハクを呼びに行くとしよう。セットしようか。セットしよう。これか。これまだ使ったことねえな、思えば。あれってか、セットできねえな。まだ、あれか。作れるってだけで。作れるってだけでまだ、あれなのか、セットはできないのか。OK、じゃあ作りに行ったりしようかな。